ちゃんってさ、すごいお金持ちってわけでもないの？なんだよ突然。俺がいつ高級車で登校したよ。月の小遣いはいくらもらってる？1000円。あら、結構小市民的ですのね。お弁当のおかずも普通ですよ。お金持ちじゃないです。ケイちゃんちってさ、すっごく大きいでしょ。だから建築中から雛見沢中で前原屋敷って呼ばれて注目の的だったんだよ。あんなに大きいお家だからどんなお金持ちなのかなってみんなで噂し合ってたの。私の推理ではお家を建てるのにお金をかけすぎて貧乏になってしまったと考えてましたよ。貧乏でかわいそうかわいそうです。あー、諸君らの楽しい想像をぶち壊すようで悪いが、うちは金持ちでも貧乏でもないぞ。極めて平均的な普通の家庭だ。これだけ大きな家は普通とは言わないって。しかも玄関は立派で門は大型車も入れるようになってるし、絶対普通じゃないって。ぜひ今度ケイちゃんの家を探検してみたいよな。お金持ちじゃないと主張しながらもあの邸宅、一体何が隠されているのか。いいものが隠されてるといいな。きっと家具を買うお金もなくなってて殺風景な部屋がいっぱいなのですわ。絨毯のお部屋ならぜひゴロゴロしてみたいですよ。わあ、それいいね、それいいね。レナもゴロゴロしたい。Thank you.